けてみた。普通のフィルムロールはフィルムが巻かれる。その代わりに生け花を生けてみた。上に回転する光源が存在し、生けた花で映像を作り出していく。実物を映像に変換するこの装置の上で、花はやがて腐っていく。我々が用いる記録メディアは永遠性を持つが、生物はやがて朽ちて死に果てていく。そうではなく、死ぬ生け花を使って腐る映像装置を作りたかった。もしも記録媒体のない世界で映像を作るにはどうしたらいいのか。それは実物を並べてそれを映像に変換するプロセスが必要だ。僕はよく未来について考えます。そしてこの映像という文脈の中でどういった未来を描くことができるのかというのを常に考え続けています。こんにちは、落合陽一です。よろしくお願いします。僕の落合陽一という名前は非常にとんちが効いた名前でして、うちの親父曰くプラスとマイナスという意味だそうです。でプラスとマイナスが落ち合うで落合陽一です。プラスマイナスなので生まれた時から電気が好きです。なので今も電気を使って物を作っています。僕の仕事の中である程度有名になったものは、シャボン玉をディスプレイにするコロイドディスプレイというディスプレイや、またはあとは、インスタレーションでホタルと戯れるインスタレーションなんですけども、このホタルが全部ゴキブリでできておりまして、一見ゴキブリには見えないです。一見ホタルに見えるそれを手に取ると、あ、ゴキブリだって分かってしまう。しかしホタルとゴキブリの差は暗闇ではほとんど存在しません。見た目はほぼ一緒です。しかしホタルは死ぬと、なんでホタル死んでしまうのと言われ、ゴキブリは見つけると殺される。この矛盾をどうやって解決していったらいいでしょうか。このような風に、作品を作りながら、ものを作っていく、技術を進めていくっていうものを作っています。では今日はアートとテクノロジーというサイクル、この演題で喋らせていただきます。有史以来我々は絵を描いてきました。皆さんこの絵を実際にご覧になった方はどのくらいいますか？いないですか？1万3000年前のラスコーの絵画です。そして、我々の主たる興味というのは、世界はどのようにそこに存在しているのか、そしてそのイメージをどうやって記憶するのかということを我々は有史以来繰り返してきました。例えば絵巻物だったら時系列方向に絵を描いていく、または本だったら時間方向に本を閉じていく、そのようなプロセスを行っています。そして19世紀初頭、我々は写真を発明しました。写真を使ってその世界の様子をありのままに切り取る、そういうことができるようになるのです。19世紀後半、イメージからやがて時間変化をもたらす技術が開発されていきました。皆さんこの幻灯機という装置をご存知の方はどのくらいいますか？いないですか？こっちのゾートロープという方は見たことがある人はいますか？あ、結構いますね。この2つを組み合わせて一体何ができるでしょう？そう、皆さんもうお気づきだと思いますけど、映画です。映画が誕生したのは20世紀初頭なので、ほぼ最近のテクノロジーだということができます。そして20世紀後半、さらに仮想世界を計算によって表現する。ソフトウェアの誕生によって、映画だけでなく計算で作った世界というのをコンピューターの中に作ることができるようになります。そして今21世紀です。情報メディアはやがて映写機の枠を飛び出して、この世界、この実世界で何を語るかという方向にシフトしていくと僕は考えます。この考えをもとに作った作品が1作品あります。この作品です。この作品は2012年に府中市美術館で展示されていた作品で、12個の時計が、時計の形に並んでいるというものです。その全ての時計の上にレンズがついており、LED がついています。この作品はフィルムや記録メディアを使った世界の切り取り方というのに真っ向から対立しようと思って作った作品です。普通、写真を撮ると、写真として保存されます。しかしその保存プロセスを経ずに、実物投影機を実際に実物の個数だけ並べることでアニメーションを作る、そんな作品です。ご覧ください。時計が12個こう並んでいます。そこに照明が1つずつついているので、どの時計を使うかというのがこう分かります。それで天井にあのように時計のアニメーションが出てくる。実際に実物体を使って、記録することもなく、アニメーションを作るという作品になっています。このような形で、世の中にある文脈、例えば皆さんツイッターをやられていますか？皆さんツイッターのタイムラインは千差万別だと思います。このように現代社会において時間の流れ、そして人が感じるこの時の流れというのは、社会様態を見て、それぞれ別の時間が流れていると僕は考えます。複数の時間を使って一つの時間を構成する、こんなふうに、文脈をメディア装置を使って語るというのがメディアアートというものだと僕は理解しています。このように作品を作っています。ここで重要なのは、ソフトウェアとは脚本であり、ハードウェアとは役所であるということです。
映画を撮られた方はいますか？映画とは脚本と役者と映像装置、その3つからできていると思います。これにおいてソフトウェアはそこの記述される脚本であり、ハードウェアは現実世界で役を演じる役者のようなものです。皆さん、ここにメトロノームがあります。メトロノームを触ったことがある方はたくさんいると思いますが、動かすといきなり我々は時間の存在というのを意識します。そんな作品を一つ作りました。これはこのメトロノームが唐突に置かれていて、メトロノームのスイッチを入れると空中にシャボン玉が大量に出てくる。そうするとちっちゃい子は、あ、この音の流れでこの分のシャボン玉が降ってくるんだなということを自然に理解し、もうシャボン玉と戯れ始めます。で、メトロノームを止めるとシャボン玉が止まってしまう、そんな作品です。つまり、ある種時間の記述というのが行われた瞬間に、我々はこの空間と時間の流れを意識します。それを、この世界に描き出したかった。つまり映写機の外、時間の空間の広がりを考え、そこのストーリーを実際の物体に語らせる、このプロセスを使ってメディアアートを作っています。実際にもう一つ作品を持ってきたのでデモンしてみたいと思います。見えますか？古典的なストロボライトによって作られる作品ですけど、光り方によって物の動きが変わって見える。単純に純粋なそんだけの技術的思考ですが、この LED の光り方っていうのが文脈を実際に語っていくプロセスです。すいません、電気を。このように映像を作る文脈、このように映像を作る文脈、ある光があって実体がある、実体がフィルムに記録され、それが投影される、このプロセスが映像とともに世の中進化してきました。この実体自体、または映像自体、投影方法自体をどうやってコントロールして、どうやってそこに自分の文脈を加えるのか、これがメディアテクノロジーであり、メディアアートであり、そういうメディア研究であると僕は信じています。さて、ここからテクノロジーに踏み込んだ話をしていこうと思います。今までは僕のメディアアーティストとしての側面を語らせていただきました。この見慣れない不思議な物体、一体何に見えるでしょうか？この女の子が手で蓋をしているのは全部コマです。これはコマでできたディスプレイです。小さい頃皆さんは錯覚を引き起こすコマとかを回転させたことがありますでしょうか？例えば色が混ざるとか、激しく点滅して不思議なものが見えるとか。これは全てのドットがコマによって構成されているディスプレイで、錯覚を用いることでピクセルとしての表現をします。つまり我々の脳みその中にそのピクセルの映像を作り出しているので、みんなさんにとって見え方が違う不思議なディスプレイになります。ここでもう一つ科学的に面白い着目点があります。高速で点滅する白黒の刺激を見ると、一見すると紙だったものがざらついた平面や他のテクスチャーに見えるということです。これは非常に面白く、映像にどうやってテクスチャーをつけるのかという研究に発展しました。そして作ったのがさっきご紹介したシャボン玉のディスプレイです。これは、表面にキハを用いた自分割多重化ということをしています。非常に聞き慣れない言葉が2つ並ぶのでご説明しますと、皆さん、お水をお持ちの方はいますか？今持っている方はいないですか？いないですね。水面があるときに上に乗る波紋は表面張力によってできます。その表面張力に起こってできるものを表面張力波といいます。表面張力波を時間方向に切り替えていくことで、表面のざらつきやテクスチャーを変えるというディスプレイです。具体的には、シャボン玉膜の表面に超音波を当てることで、キャピラリー波、表面張力波を立てることができる。もし、表面張力波を立てることができれば、一様な平面であったシャボン玉の膜は、ギザギザやツルツルや、そういうものを時間方向に動かすことができる平面になります。これはコンピューターグラフィックスでいうレンダリングを現実世界で起こすのと同じです。そして、光を拡散することができれば、それはスクリーンになります。鏡には映像は投影できませんが、鏡からスクリーンに変わった瞬間にそこに映像を映すことが可能になります。例えば、シャボン玉する団体では、非常に割れやすく、かつ透明で、そういう鏡のような物質ですが、これを高速で振動させると、端の方からこう映像を投影することが可能になります。シャボン玉自体は非常に柔らかくて特殊な素材なので、例えば、手を突っ込んだりとか、あとは透明不透明を切り替えて複数のスクリーンを作ったりとか、非常に新しいインタラクションをスクリーン上で起こすことが可能になります。
その上映像の視野角を変えられるので、表面の反射状態をコントロールできるということは、例えばこっちから見ている映像はある映像で真ん中から見ると違う映像になり、左から見るとまた違う映像になるような膜表面で光の方向を変えていくということができるようになります。つまり今まで物体は静的でしたが、動的なスクリーンを作ることで、見ている方向によってものが違うとか、スクリーン自体が光の方向を変えるみたいなことが可能になります。さらに我々は皆さん携帯電話をお持ちですか？携帯電話の液晶というのは一様なテクスチャーを持っていると思います。そうではなく、例えば金属だったらキラキラするとか、和紙だったらザラザラするとか、そのようなテクスチャーっていうのを作るにはどうしたらいいか考えました。もし反射状態が時間方向に変化する平面というものがあれば、ザラザラするとかツルツルするとかキラキラするみたいなものを時間方向に作ることができる。で、例えばこの蝶は今ザラザラしたテクスチャーに出してるんですが、一瞬だけこうキラッとしたりとか、全体的にツルツルさせたりというようなことが可能になります。で、見ている方向によって出ているキラつき具合が違うみたいなテクスチャーの再現というのが可能になっています。今日の僕のお話の中で一番言いたかったことというのは、ファブリケーション、今例えば 3D ディスプレイとかものづくりという文脈が加速していると思います。それもディスプレイを作ることも、どちらも世界をどうやって構築していくかという一手法です。その違いは何か。それは書き換え速度の違いであると僕は考えます。 3D プリンターを1個するのに出力するのに1時間かかる。しかし僕のディスプレイはまあ 40kHz で動かしてますけれども、映像を作るのに 40kHz のスピードで動いている。しかし時間は違うけれど、どっちも世界をどうやって構成するかという方法の一つです。皆さん、ご存知でしょうけど、1940年、クロード・シャノンが電気リレーと数学的な、オンオフを対応させてコンピューターを作りました。この時物理的現象を用いて計算をするというのが我々はひらめいたわけですが、2009年頃僕は情報に対応させたリレーによって電気回線を書く装置というのを作っていました。これによって電子工作はもっと電子工作配線しなくても配線っていうのを動的に作り出していけるんじゃないかっていう装置を作っていたんですが、このように今情報の側からどうやって現実世界を制御するかっていうのが一つの課題になっていると思います。そしてこのように今世紀は物理世界の書き換え速度が加速します。今物理世界から切り離された情報が加速して膨大になり、それで増大しました。これが再び1940年のようにリレーの側に戻ってくる。こうしていく中で我々は何をしていったらいいのか。一つ中国の故事を紹介します。宇は空間、中は時間、宇宙という言葉は温故高来これ中という、天地周法上下これを宇というという故事からなっています。宇宙は何か。それは宇宙は時間と空間です。そして我々の世代の責務は宇宙をコントロールすること、それはテクノロジーと表現の両輪で文脈を作っていくこと、そう考えています。最後に、フリードリヒ・フォン・シラーの詩を紹介します。この詩、港未来駅に書いてあることでちょっと有名なんですけども、この最後の一節に、物質としての束縛を少しずつ断ち切り、やがて自らの姿を自由に変えていくのであるという一節があります。自然は進化というエネルギーを持ってその姿をひたすら変えていきます。やがてではなく、僕はこれは今だと考えています。ありがとうございました。